まず皆さんにクエスチョン、アフロ頭をしたオカリンはどこだ。というわけでね、私は朝毎回うんこするタイプです。というわけで不正解。正解は新年早々トイレで順番待ちしているでした。どうもオカリンです。さあ今回もね、ツイッターとかで寄せられた小ネタやっていこうと思います。1個目こちら、オカリンさんが大変みたいなので裏技です。奇術でしたら申し訳、裏技助かる。手順、ヒラメの櫓に行く。2、自動ドアがあるところのバルーンの上らへんの壁を塗る。3、その壁をいかのぼり待機状態で登りバルーンの上まで行く。4、そのままゆっくりバルーンに乗ると。ぜひやってみてください。やっていこう。これ櫓じゃないとできひんのかな。多分風船が櫓にしかないんやろうな。めっちゃあるもん風船で。自動ドアがあるところのバルーン、これかな。ちょうど壁と面してるからワンチャンこれやな。でこれの上の壁を塗りまして、でその壁をイカ登り待機状態で登り、はい、でバルーンの上に行く。そして、そのままゆっくりバルーンに乗ると。まさか乗れんのかな。乗れたらかくれんぼで使えるけど。いきます、着陸。すげえ、バルーンの上乗れるんやけど。マジで、動く、さすがに動くのは無理やけど着陸。ほら、すげえ。割と奥までいける、これもしかして。ゆっくりこの真ん中を、ああ無理か。少しでも横に移動しちゃうと無理やな。これ以上奥行くのは多分厳しいね。ど真ん中を維持し続けられればいけるんかなと思ったんやけど、いける、いけんじゃね。おお、これええ感じで真ん中行ってんちゃう。ちょっと右に、暇な人はやってみて。はい、次これ。はじめまして。ガチでやばいバグを紹介します。イカちゃんが裸になる。まあ今まで結構裸になるネタあったけど、それ超えてくんのかな。1、まず武器を選択して L スティックを押し込んで、上にメニューを出します。2、上のメニューにカーソルを置いて、LR ボタン同時押しからの、十字の下を押します。3、成功すると選択している武器と持っている武器が違うやつになります、かっこ重要。4、成功したらページ内の名前のない武器が現れるのでそれを選びます。もうここまででも結構すごいもんな。5、他のギアも全て同じことをやります。6、全部終わったらマイコーで登録します。7、そして R を押して B を押すと。すごいのでぜひやってみてください。そんなすごいって言われちゃね、やるしかないよね。やっていこう。まずこの状態で、L 押して上にメニュー出しますと。はい、で LR 同時押し、なるほど、隣に移動するやつな。はい、でこれ同時押しからの十字下、はい、あーちょっと難しい、ずれる、はい、ずれるんやけど、はい、なんでずれるんこれ。はい、あ違う、今の成功じゃないか。はっ、なんか違うんかな、同時押しじゃないとか、パッパッパッみたいな、パッ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 、これなんか横に移動するのこれ正解なんかな。パッ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 、これ選択をここら辺にしとくか、ここら辺にしといて、パッ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 できる気せえへんねんけど。合ってる、全部同時押しかな。これかな、なんかかかっかかってなるときがたまにあんのよ、同時押ししたら。じゃあジョイコンでやってみるわ。なんかプロコン同時押しでね、なる気せえへんのよな。ジョイコンで、でもなんかジョイコンの方がなるわ。
これなんか武器の種類が足らんとかなんかな。もっとパンパンに埋まってないとできひんとか、さすがに関係ない。これでいや焼きふぐサンバイザーつけてんのにカーソルはメガネなんよ。え、ということはこれで今、3番成功すると武器と持ってる武器が違うやつになりますやろ。で成功したらページ内の名前のない武器が現れる。あれない。でほんまにパパ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 みたいな、もう そんな感じやったな。あ、ほら、できた、できた。穴開きスクエアグラスじゃなくて、これやろ？で、これで、あ、あった！透明なギアあった！これだ！で、これつけて、あ、え、なにこれ？違うやつついてる。え？違うやつついてるで、ほら。すげえ！で、残りも全部同じようにやるんやろ？もうコツつかんだから。ごめん、その、ギアの名前が 3D ニットホエールなんかどうかが俺分からへん。合ってんのか分からん。あ、これヤコティゴブゴブとなりきりハイテクスーツ、この2つでやっていこうか。うん、で 3D ニットホエールな。うん、あ、来た。ヤコティゴブゴブ、じゃあこれなりきりハイテクスーツやろ。で、あー、これは違う、だからこれハズレや。もう一回やらなあかんね、多分。あ、でも割と、あ、ほら、運ゲーやな。あ、割と運ゲーやけど、ちょっとギアの数が少なすぎて、多分、この何もないってやつが出にくいんやろな。だから多分、多ければ多いほど、いいと思う。あ、え、あ、これちゃう？これ成功してんちゃう？これギア多いで。あー、来た！やっぱりギアの数多い方がいいんや。はい、これで選びます。で、次もう一個やります。じゃあ、多いとこ行こうか。ここやな。ここの、クロム600甘露とピンクビーンズ、キャンバスハイトマトあたりやります。はい、あ、これ来たんちゃう？甘露じゃないやろこれ。どうや、あー違うか。おい、あ、来た。これトマトじゃないな。これ来たんちゃう？来た。多分ギアが6個以上ないとあかんねんわこれ。大体6個目やったもんな。で、最後、武器もやると。武器は分かりやすいよ。あ、来た！ジムワイパーじゃない。で、ジムワイパーじゃなくて、あれ？あ、横に移動しちゃうんやけど。あ、だから隣のページのやつが反映されてるから、なるべく多いとこ選ばなあかんのか。これ2個しかないやつは多分無理だ。来た！カーボンローラーデコじゃない。で、あー、ないんや。マジか、失敗か。はい、バケットスロッシャー来た。必戦スクリュースロッシャー、オーバーフロッシャー、あ、ないな。スプラスピナー来た。あ、来た来た。おーおーおー、2個ない、2個ないの来た。オッケー。はい、若葉シューター選ばれた。シューターや、シューターが選ばれてる。あ、だからここあれや、持ってる武器がないとこが出てきてるんや。わかる？ここ本来シューターはあるけど、このスピナーのジャンルはここ持ってないね俺、多分見た感じだから。俺スピナー4つしかないねん。だからここまでは名前出るけど、それ以降が出えへんみたいな、そういうことやわ。よし、でここまで来たら全部終わったらマイコーデ登録をします。はい、マイコーデ登録。おお、なんか何もついてない。ノットパウンドってなってる。はい、じゃあこれ持たせます。はい、で R 押して B を押すと、なんか違うやつに切り替えて B を押すと、あれ、あ、なんか服着てるで俺なんか服着てるで。ん、なんか脱いだんやけど。うわー、うそやん、ガチやんこれ。すげえ。お乳首様はない。
でもへそはある。かなり華奢だねこれ。すげえ。エモートも全部できんの。おお、すごいすごい、全部あらわだ。うわあ、すごいなこれ。どうやって見つけんねんこんなん。えげつないえげつない。え、これでさ広場戻ったらどうなんねんやろ。あ、広場戻ったらあかんねんや。はあ。でもう一回見ると、あ、戻ってるな、戻ってる。でこの状態でこれ着替えたらどうなるんだ。着替えた、え、着替えたこれ。着替えてこうしてこうすると、ああ違うのこれ。ではまだやり直しだ。はいはい、やり直しだ。で気になるのは、皆さんも分かってます、男の裸見せんなってことでしょ。女でやれってことでしょ。やりません、やりますやん。どうしようかな。個人的にはなんかイカガールって女子高生って感じすね。でタコガールって女子大生って感じすね。どう。よっしゃ行くぞ、色白や。色白からのどうしようかな、ピンク目にしようかな。あ、女の子っぽくていいな。よし、今から脱がしてあげるからね。とんでもないこと言ってるけど、なるべく薄い方がいいよね。あ、これいいじゃないの、これみんな好きでしょこれ。うん、これ絶対みんな好きだ。僕はみんなのためにこれを履きます。決して僕の趣味ではありません。もうお前なんか何でもよ、お前関係ないねん。シャケ、はい、スピナ来た。だからここない、はい、ここない。でだからギアはもうようわからんから、はい、来たな。ボーンメット BF 来た。どうだ、あ、来た。あー、もう早いよ、もう慣れたもんよ。システムさえ分かっちまえばこっちのもん。イカティホワイト来た。イカティホワイトからの来た。オッケー。2個目。さあもうすぐですよ皆さん、準備はいいですか。あ、来たんちゃう。ロッキンピンク、全然ピンクちゃうもんなこれ。あー、数が足りない、なんてこった。はい、キャンバストモード来た。これはいけるやろ、8個あるから。来た、オッケー。はい、セットします。でマイコーデに登録はできひんのかこれ、同じやから。あれあれ、なんか登録できなくね。あれ、なんで登録できないんだ。え、なんで。はい、ネットつないだらね、マイコーデ登録できるようになったから、もしこれ登録できひんって人いたら、ネットつないだら多分できると思うわ。だからここで登録します。はい、で R 押して B 押すと、 R 押して B 押す、あーっと脱ぎました。 R 押して B 押す、あーっと脱ぎました。はい、ガールちゃんはちゃんと下着をつけているということで、見えないところまでしっかりこだわっている。素晴らしいですねこれ、すごいな。ちょっとエモートで恥ずかしいポーズ撮らせていきますか。はい、うわーいいね、ほら、うわーすごい。これはおお、全く違うゲームになっちゃったよこれ、すごいや。あ、そんなに、おお、はい、からのダンス2で、はい、よっしゃー言うて、はい、ダンス3もよっしゃーよっしゃー言うて、おお、挨拶、裸で挨拶、非常に無礼。あ、武器ポーズ、はい、からし、これ武器は絶対若葉になるのかな、そうでもないのかな。おお、いいね。はい、ポーズ2、はい、これ下着は全部黒なんかな。黒以外も選べるんやったらすごいけどな、この選んだギアによって変わるみたいな。さすがにそれはないか。おお、すごいな。